ノンの EOS R50 で水族館の撮影の方法を説明したいと思います。今回は水族館で初めて撮影をする、撮影をしたけどブレていた、綺麗な写真を撮りたいっていう方にとって役立つ内容かと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速説明していきたいと思うんですが、まずはじめにレンズは数本持っていくと臨機応変に対応できるかと思います。水族館の撮影ではイルカショーや水槽の魚などを撮影するものによってレンズも変えることをお勧めしています。多い種類を持っていくことに越したことはないと思いますが、標準レンズがあれば臨機応変に対応し幅広く撮影することができます。また小魚をアップにして撮影をしたいならマクロレンズがあるとより魚をアップにして撮影したりすることができます。またイルカショーの撮影をしたいなら望遠レンズがあると大きく撮影することができますので、臨場感のある表現をすることができるかと思います。すべて持っていくと重くなってしまうので、撮影したいものが決まっていれば必要なものだけ持っていくといいと思います。また水族館は暗いので F 値が低いレンズがあればより明るく撮影をすることができます。それでは設定の方法を説明していきたいと思います。まずこちらの上のダイヤルを回して M にしてください。これが M モードになります。この M モードとはシャッタースピード F 値の設定をマニュアルで撮影をすることができます。次に F 値を開放にするということです。ここの上を押すとこのような感じで、ここの下のカテゴリーを選べることができますので、ここの F 何点何って書いてるのが、これが F 値になります。これを選択してオレンジ色に表記されますので、そちらの表記が選択できましたら、この上のダイヤルを回してください。上の電子ダイヤルを回すことで数値を変更できますので、一番低い数値に設定をしてください。今回は 5.6 が一番低い設定になりました。次はシャッタースピードを100分の1に設定をするということです。で、設定の方法はまた同じようにここの十字キーを上に押して、シャッタースピードはここになります。ここを選択するとここのダイヤルを回して、ここの上でシャッタースピードを変更することができます。100分の1っていう風に説明したんですが、これはあくまでも目安になります。ポイントとしては、魚がブレているのであればシャッタースピードを速くすることでブレを防ぐことができます。魚が全然ブレていないっていうのであれば、もう少し遅くしてもいいのかなっていう風に思います。ここは臨機応変に数値を変更しながらベストな数値を取ってみてください。ちなみにイルカショーはイルカのスピードが速いと思いますので、もっとスピードを上げることが必要になるかと思います。このシャッタースピードを理解しておけば、よりスムーズに撮影をすることができるかと思います。次に ISO は上限を6400以下で撮影するということです。 ISO をオートに設定することで、このカメラが適切な露出に調節をしてくれます。しかしあまり ISO を上げすぎてしまうとノイズが出て画質が悪くなってしまいます。ですので ISO の上限を決めておくことで、上限以上には数値が上がらないので、ノイズを心配する必要なく撮影をすることができます。それでは設定の方法を説明していきたいと思います。まずはこちらのメニューボタンを押してください。そうするとこういう画面が出てきますので、ここの2番のところを選ぶと ISO 感度に関する設定というものがあります。こちらを選んでもらうとこのような画面が出てきますので、オートの上限というものを選んでください。これは6400ぐらいでいいかなというふうに思います。あくまでも私の個人的な数値なんですけども、6400以下ぐらいであれば画質が気にならなく撮影できるかなというふうに思います。そして ISO を6400にして、一つ前に戻ってもらって、上のところにこのような ISO 感度というものがありますので、こちらをオートに設定をしてください。これで設定が完了しました。あとはこのように手をかざしても6400以上は上限が決めているので上がらないっていう仕組みになっております。これで数値が完了しました。あとはこのカメラが自動で明るさを調整してくれてるんですけども、自分的にはもう少し暗くしてほしいとか明るくしてほしいっていう場合もあったりするかと思います。そんな時は露出補正で明るさを調節することができます。設定の方法はまたここの十字キーを上に押すと、ここの一番右側ですね、ここの露出補正を選ぶことができます。ここを選んでまた同じようにダイヤルを回すことで、このような感じで明るさを調整することができます。一番左に行くとだんだん暗くなって、右側に行くとだんだん明るくするっていう風な感じになっております。ただ明るくしたいけどこれ以上上がらないっていう場合は、 ISO がこのように6400になってしまっているので、ただ露出をプラスにしてもこれ以上上がれないっていう場合は、 ISO の上限をさらに上げる必要がありますので、さっきは6400って言いましたが、このような感じで
ノイズが出てしまうのは仕方ないですが、調整しながらよりベストな数値に選んでいただければなというふうな感じです。これが設定の方法になります。さらに今回はちょっとした撮影テクニックを紹介したいと思います。このような感じで魚は綺麗に写して、人はシルエットな感じで写しているものを見たことあるかと思いますが、このような感じで撮影することもできます。設定の方法はすごく簡単で、さっきの露出補正を選んでもらって、ここですね、ここをマイナスにすることで人は黒くして魚を綺麗に写すことができます。これはもしお子さんがいる場合はそんな感じで撮ってみるのも面白いんじゃないかなというふうに思います。もう一つあるんですが、青っぽく撮影することでより雰囲気のある表現をすることができます。海の中なので基本ブルーっぽいんですが、さらにホワイトバランスっていうものを使って青っぽくすることで雰囲気のある表現をすることができますので、ぜひ活用していただければなというふうに思います。基本はこのように AWB っていう感じでホワイトバランスがオートになっていると思うんですが、これでもいいと思うんですが、電球のアイコンにすることでより青っぽく表現することができます。設定の方法はこのセットっていうボタンを押すとこういう画面が出てきますので、右側のこの上から3番目まで項目を持ってきて、あとは十字キーを右とか左に押すことでここの下のカテゴリーを選ぶことができますので、でここに電球のアイコンがありますのでこちらを選んでください。あとはこのような感じで設定が完了しました。撮影するときに普通に撮影してしまうと、よく見たら自分が反射して映ってしまっていたということがあるかもしれません。そうならないためにポイントなんですが、こうやってガラスに当ててしまうと傷がいってしまいますので、このような感じでガラスとこのカメラの間にこのような光を遮断するように手をかざして、あとはこうやって撮影することで反射を防いで綺麗に撮影をすることができます。このような感じで水族館で撮影をすることができますので、ぜひ活用していただければなというふうに思います。最後にまとめです。今回は設定の方法を説明しましたが、F 値とかシャッタースピードとか ISO って何っていう方もいるかと思います。この3つの露出はカメラを極めるためには絶対に覚えておいておいた方がいい内容になっております。もっとスキルを上げたいっていう方は、前回動画で M モードをマスターする方法を徹底解説っていう動画を配信していますので、こちらを見ていただければ今回説明している内容が詳しくわかるかと思いますので、概要欄に URL を貼っておきますので、気になる方はぜひご覧ください。今日はこんな感じで説明をしました。今日の説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。